アメリカ政府は13日、北朝鮮によるサイバー攻撃に関わったとして、北朝鮮政府が運営するハッカー集団ラザルスなど3つのグループを制裁の対象に指名しました。国連の報告書によりますと、北朝鮮は海外の銀行などに対するサイバー攻撃でおよそ2100億円を稼ぎ、大量破壊兵器計画の資金源にしているということです。